はい、最後にですね、右足軸、軸が右足タイプの方のスイングについて説明していきたいなと思います。これも選手とかで言うと、右足軸っていうのは代表的な話で言うと、まあ左右逆なんですけども、ババワトソンとかがそういうタイプです。ババワトソンは左なので、左打ちだと仮定していただくと、こっち側の軸ですね。で、日本人とかだと小平選手とかがそういうタイプです。右足の方にこうやって積極的に動いて、この右足の軸に回転して、右足を積極的に使いながらスイングするタイプっていうのがこの右足軸です。ババワトソンが左右反転するとそういう風に見えると思います。まあ、そういうタイプの特徴的には、こうインパクトからフィニッシュにかけて基本的にはずっと右足が出力し続けるので、右足で地面を踏んで右足で出力します。なので、だいたいインパクトの時にかかっているパーセンテージ的にも右足に 80% ぐらいかかっているタイプが多いです。もちろん左足に一瞬動くんですけども、基本的に出力するのは右足です。なので、かなり右足の方の地面の反力の数値っていうのは結構高く見えます、スイングカタリストとかで見ると。はい、なので、この右足を使う、思いっきり使う方の特徴的には、インパクトからフォロー、フィニッシュにかけて、この左足がこのように後ろに引けるとか、こうジャンプしているように見えるタイプっていうのがそういうタイプです。はい、でなので、スイングタイプ的にはボールの位置とかはその同じで構わないんですけども、基本的にテイクバックも積極的に右に動くタイプが多いと思います。このような感じに右にしっかりパワーを貯めて、で基本的にここから左に動いてしまうと、これみんな右足タイプの人っていうのは出力できないので、右足をで上で回りながら蹴ってあげてます。蹴る動作って結構大事なんですね。なので、ここでまず積極的にこのようにジャンプするような動作を入れてあげるのも右足をうまく使うコツです。でポイント的には、ジャンプをするときに右の内転筋っていって、この内側の筋肉をこうやって内側にねじりながら伸ばすようなイメージで使ってあげると、右足がうまく使えてきます。はい、なので、左足に、まあ、これはちょっと常識に捉えようと思わなくていいです。左足の上でこうやってフィニッシュする必要もないので、左足は後ろにずれてしまっても構わないし、体も積極的に開いてしまっても全然構わないので、積極的に右足軸の方っていうのは右足の上でスイングすることを意識してみてください。ちょっと一回右足軸っぽくって言います。若干アドレスもですね、やや右でいいです。このように、はい、で積極的に右にずらしてあげます。そして積極的に右足を使うと、はい、このような感じで、たまによくテレビとかで見ると思うんですけど、ババワトソンの左、まあ、右足が引ける動作もそうですし、小平選手とか、まあ、女子でいうと畑岡奈紗選手とかも結構このように後ろに跳ねる動きがあると思うんですけども、このような感じで左足を後ろにずらしているタイプっていうのは結構右足に軸があるタイプっていうのが、多いです。なので、そういう方っていうのは基本的には左に動こうとせずに、全然頭も右に動いていいし、ただこの時に足をいかにうまく使って出力してあげるかっていうところがポイントなので、ただここにいて手だけで振っててもこれはあまり意味がないので、しっかり軸の観点っていうのはあくまでもその軸を中心にいかに足を使うかっていうところが、大きなポイントなので、あまり上半身の位置っていうのはいまいち関係がないの話なので、しっかりと右軸の方でもしっかりと右足を使ってあげる。はい、なので、自分の軸を知るっていうところ、そしてその軸に別に、使うイメージというのが異なるということを、皆さん知っていただいて、実際に自分でもテストしてその動きを試していただけたらいいんじゃないかなと思いますので、皆さん頑張ってみてください。